皆さんおはようございます。今日の礼拝を始めていきたいと思います。456番を共に歌いましょう。456番の1節2節4節歌いましょう。1節2節4節お願いします。愛する天の様、またこういうふうに今日神様の御言葉を聞くために、そして交わりのために集まっている私たちのと一緒に行ってください。神様の御言葉が約束する通りに、私たちが 2,3 人が主の名によって集まると神様がいてくださることを、ですから今日も神様から聞かせてください。一人一人の心を励ましてください。一人一人が神様に用いられる力と知恵を与えてください。今週一人一人を導いて守ってください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。はい、では、続きまして728番を歌いましょう。728番。これも1節2節4節歌いましょう。来たりたもや彼の家ぬば我らは絶えず目覚め守りてくなり心も思いも身も皆決めぬ
ませ。ハレルヤでアーメン。心も想いも身も皆ひれ伏され。主の日を望む者は糸麗しきかな。はい、ありがとうございました。報告ありますので、火曜日、今度の火曜日の、夕方の7時に英語の、婦人会がありますので、英語を話せる人であればぜひ、来てください。昨日、日本語の婦人会がありまして、8人ぐらい集まりましたので本当に、いい婦人会でしたが、でしたそうです。私は寝ませんでしたけども聞いたところではですから、火曜日もね、英語をお分かりであればぜひ来てください。そして、来週じゃないかな、7月の26日は、持ち寄り食事になりますので、そして8月の、その第4週目は、確認はまだしてませんけども、柴山先生、カンボジアの宣教師の柴山先生は、たびたび日本に来てて、もう戻れなくなっちゃったので、ベイカさんがアメリカ行って戻れなくなったみたいな感じで、ですからまだいるそうですので、できたら8月の23日に来てもらってお話をしてくださる、それが予定となっています。まだ確認はしていませんけども、ですからそのためにも、祈ってください。そして期待してください。8月の、23日ですね。それは、そして今日はこれを進んでいって、ファンさんから、この写真と手紙が来ています。今週、ファンさんがこれは婚約パーティーみたいな感じですね。ですからこれが男性、彼氏です、まあ、婚約ですか、婚約してますので、ですから、これが家族みたいですね。そして彼女は手紙を書いてこう言いましたね。ですから皆さん元気ですかとか、こういうことを書いてくださいましたから、そして祈ってくださってありがとうと、そして、いろいろ、しなければないことがたくさんありますけども、ほとんどはうちの中にいるとかいう話ですけどね、とにかく、全てうまくいってるみたいですから、そして、最後に、皆さんが寂しいとかいうことですので、そして、皆さんのために祈り続いてくださいと、彼女も私たちのために祈ってくださるらしいですので、okay?ですからファンさんからの、お挨拶ですので、彼女のために、続いて祈ってください。アメリカですし、いろんな不安があるでしょうし、ですが、いいクリスチャン家族、この家族は誰だって忘れた、恭平君が大学に行った時の、友人の Is the father the one that was 恭平's roommate or the sonHis brother. Okay. 彼の何か忘れた、誰が どういう事情だったか忘れたけど、とにかく恭平君なんか関係ある。だから彼のお兄さんは恭平と同級生でした、ボブ・ジョンズ同級生だったらしいですね。なんかそんな感じだったと思ったけど、とにかく、いいクリスチャン家族ですので、本当にファンさんがね、結婚してその家族の一員なんていうのは素晴らしいことだと思いますので、彼女のために祈ってください、ね、霊的な成長とか、彼女は、留学生の時にこのホームステイ、この家庭でホームステイしたんですね。そしてその時にエリア君に会って、そして好きになって、ね、そしてその時にクリスチャンになった。そのファンがアメリカに行って、その留学の時にホームステイした時に、一緒に教会に行ってクリスチャンになって、そして日本に帰ってきてこの教会に行きだしたんですね。ですから彼女のために、ね、霊的な成長とかいろいろ、ね、結婚自体そのものが慣れなければいろいろ変わったことがありますので、特にね、ファンさんはもともとベトナム人ですけども、日本で勉強したベトナム人ですけども、このアメリカに住むんですからね、特に難しいかもしれないので、いろいろ文化の違いとかありますので、とにかく祈ってあげてくださいね。はい、ファンさんがこれを見たらね、今いいことばっかりですよ祈ってあげます、okay? はい、
それでは、そして続いてお互いのために祈り合ってください。皆さんの健康とか、そして経済的な必要とか、いろいろ仕事の必要とかいろいろありますので、祈ってください。じゃあ一言お祈りしましょう。愛する天の様、その時間を感謝します。神様の御言葉を感謝します。私たちは、御言葉に、学び、御言葉から、慰めいただいたり、御言葉から励まされたりされますので、本当に神様の御言葉を感謝します。私たちの、必要全部神様が満たしてくださる約束がその御言葉に書かれてますので、神様に信頼します。そして神様に全てをお任せします、委ねます。私たちは自分の、思う通り、自分の、考える通りではなく、神様の導き通りに生きることができますよう、神様が力を与えてください。そしてその知恵は神様の御言葉から、得させてください。自分の知恵ではなく、自分の知識ではなく、人間の知恵、人間の知識ではなく、神様の知恵、神様の知識によって生きることができますよう、神様が働いてください。今日一人一人の心に働いてください。今週一人一人を無事に守ってください。神様のために用いてください。証しをするチャンスを一人一人に与えてください。そしてそのチャンスを見逃さないよう、私たちが忠実に神様に従って生きる決心を与えてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ではメッセージの前に177番を歌いましょう。177番、これは短いので前節歌いましょう。では子どもたちはこの部屋に行って、子どもの集会をしてきてください。はい、これは冗談です。復習って違うね、この感じでもないね、復習。この感じや、復習って。先週間違えたでしょ、だからもう冗談ですね、こうやろうかなと思って。ねえ、日本語はねえ、同じ発音の言葉であって意味が全然違うのたくさんありますので、気をつけなければパソコンでパッと打つだけで、時々間違えますので、選手私は間違えて復習と仕返しみたいな感じのやつ復習するぞって。いや違う違う、そんな感じ。だから、先週勉強したのをちょっと、復習しましょうということですね。ですから、今週は、先週の勉強の続きです。はい、
まあ、あの 先週とか先週からはその、黙示録で黙示録あのその前はマタイでの24章マタイでの24章と25章と、黙示録の、まあ、6章から最後の22章までは、先の未来のことが書かれています。これからどうあの空中傾向とか空中傾向の後にどうなるかとか観覧の時代とかどうなるかというのは書いてありますね。でそれをあのマタイでの24章から、そして25章を少し見ましたけども、今度は黙示録からそれを見ようということですね。で黙示録の、6章7章にはこの7つの、7つの封印ですかがありましたね。そして先週も言いましたけども、その当時その新約聖書時代の本はこういう本ではなくこの巻物でしたね。そしてこう巻いて巻いて開けたりこう巻いて閉めたりするんですね。でその、その、まあ、あの法的な書類ですかその、この、まあ、家の、持ち主である証拠の書類とかそういういろいろ書類はそういうもので、で印がおっしゃるんですね。あのワックスを溶かしてこの印を押すんですね。だからその開けるときにそれを壊さなければね、その印を壊す。だからこれがこの印を壊すという、時の印の印でしたね。印の裁きでした。それを、まあ、7つありましたね。そしてその印の、封印の7つ目なの、は次の7つだから、7番が次の 7つそしてその最後の7番が次の7つということになっていますので、その7番の封印は開けたら今度は7つのラッパの裁きがありましたね。そしてその7つのラッパの裁きの後にまた7つの、8の裁きがあることを見ましたね。そして、先週は、第1番の、1番から4番まで見ましたけども、先週は1番がこれ2番がこういう海に対してのね、海の3分の1のものが死んだとかいうね、そしてその次に水が苦くなった、それがそれによって多くの人が被害を受けた、そして4番にその宇宙がの3分の1が暗くなったということが書かれてますね。まあ、これはね、あんまりよく話せなかったんですけ どうこれがね、全部奇跡的なことです。こんなのありえないの、ありえないよという人もいますね。まあ、ありえるわけがないね。自然なものじゃない。これが神様が奇跡的に起こすものです。ですから、ね、これ神様がやってる証拠ですね。神様がやらなければ、これはね、不自然にできるものではありません。で、多くの人はこう説明するんですね。あ、これってね、こういうね、こういうことが起きて、こういうことが起きてて、で自然ではないですね。まあ、自然に起きることもあるいは地震とかね、自然に起きるものもありますけども、最後の、まあ、あの、8の最後の、まあ、ですから、この一つ一つの7つの終わりに、地震があったり、いろんなね、出来事があって、そういう、まあ、今でも不自然にや、起きるものが起きたんですけども、でもそれは普通ではね、普通よりも強い地震とか、ね、普通よりも、ひどいことがあったので、これは神様の、神様がやったことだと、誰でもわかるはずですね。はい。ですから今日はその5番からやっていきたいと思います。5番は、その黙示録の、9章の、1節から、12節に記録されています。Okay? ちょっと見ていきましょう。松下さん、はい、見えますか？ちょっと小さいね、こんなに大きくなると。なんとか見えます、ね。OK、お願いします。1節から12節。はい、はい、12節まで、はい。お願いします。黙示録9章1節から12節。第5の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられた。その星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなった。その煙の中からイナゴが地上に出てきた。彼らには
地のサソリの持つような力が与えられた。そして彼らは稲穂が、そして彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、ただ額に神の印を押されていない人、人間にだけ害を加えるように言い渡された。しかし人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しめることだけが許された。その与えた苦痛はサソリが人を刺した時のような苦痛であった。その期間には人々は死を求めるがどうしても見出せず、死を願うが死が彼らから逃げていくのである。その稲穂の形は出陣の用意の整った馬に似ていた。頭に金の冠のようなものをつけ、顔は人間の顔のようであった。また女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。また鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は多くの馬に引かれた戦車が戦いに馳せつけるときの響きのようであった。その上彼らはサソリのような音、針と思っており、鬼は5ヶ月の間人間に害を加える力があった。彼らは底知れぬところの見つかりを王にいただいている。彼の名はヘブル語でアパドンといい、ギリシャ語でアポリュオンという。第一の災いは過ぎ去った。見よ、この後なお二つの災いが来る。はい、ありがとうございます。ごめんなさい、長くて。でもどこまで、ね、読んで、でも全部読まないとね、わからないですからね。でこれが第、これは先ほど言ったように、この第5の、そのラッパの、裁きでしたが、星が落ちてきたというのはどういう意味ですか、ね、あの実際の星が落ちるわけはないですね。太陽とかそういう星が、ね、落ちたら全滅ですよね。でもこの聖書の中では星っていうのは天使のことを、悪い天使でもいい天使でも星と言いますね。そして多くの旧約聖書の箇所も新約聖書の箇所も、星っていうのはその天使の、ですからこれが悪い天使であろうかいい天使であろうかわからないですけども、これはこういう裁きを招く、こういう、稲子ですか、それ稲子って言ってもね、変な今までにないようなね、ものが出てきますね。そしてその稲子にはいろんな、ひどい、ことがそれによって、そして痛みが5ヶ月続く。そしてその痛みは、死にたいほどの痛みですね。今までに死にたいほどの痛みを経験したことありますか？ある人はね、もうこんな痛いんだったら死ぬのがいいという、そういう痛みをね、そういうことを経験したことあるかもしれませんけども、5ヶ月もね、死にたいよね、痛くてもう死にたい、死んだ方が楽というような痛みを5ヶ月間続く、力を与えられました、ですから本当にひどい裁きです、そして、その、裁きによって多くの人が被害を受けました、そして、これが一つの裁きですね。これが神様からの裁きです。この裁きは全部ひどいですね。どれが一番ひどいっていうのは分かりません。全部ひどいですね。で、不思議なことは、この裁きの中でも人間は神様を信じない。神様を呪ったり、神様の悪口言ったりね。神様許してください。神様、許してくださいという人もいますけども、ほとんどの人はね、神様に逆らうんです。逆らい続くんですね。ですから、これが神様からの、裁きの一つですね。もう一つ見てください。 あと二つありますけども、これが最後で、もう7番は、次の8の裁きですので、6番を見てください。6番は13節から、21節、これもちょっと長い箇所ですけども、
そこに、またひどいこと、人間の3分の1が、死ぬということですね。ラケルさん、読んでいただけますでしょうか。13節から21節をお願いします。私は神の御前にある金の祭壇の四隅から出る声を聞いた。その声がラッパを持っている第六の御使いに言った。大川ユーフラテスのほとりにつながれている四人の御使いを解き放せ。すると定められた時、日、月、年のために用意されていた四人の御使いが人類の三分の一を殺すために解き放された。騎兵の軍勢の数は2億であった。私はその数を聞いた。私が幻の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子はこうであった。騎兵は火のような赤、くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄が出ていた。これらの3つの災害、すなわち彼らの口から出ている火と煙と硫黄とのために人類の3分の1は殺された。馬の力はその口とその尾にあって、その尾は蛇のようであり、それに頭があって、その頭で害を加えるのである。これらの災害によって殺されずに残った人々は、その手の技を悔い改めないで、悪霊どもや金、銀、銅、石、木で作られた見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、その殺人や魔術や不貧困や盗みを悔い改めなかった。はい、ありがとうございました。最後に、書いてあるように、これは、6番が、まあ、このラッパの裁きの、最後ですけども、で7番は次の7つの8が7番の裁きです、ね、ラッパの裁きですので、実際のラッパの裁きとしてはこれが最後ですね。そしてその7つの裁き、ごめんなさい、6つの裁きがあったとしても、その、ラッパのひどいものがたくさん、今度の、6番は、3分の1、人間の3分の1まで死んだんですね。それを殺す、ものでしたね。そしてそれを見た、生き残った人も、死ぬ人も悔い改めないんです。そして悔い改めずに自分の罪を、し続いたんですね。罪のまま、わがまま、そして不貧困とか人殺しとかいろいろなことを、元通りみたいなね、何にもなかった平気のようにまた罪を続けるんですね。神様の裁きがあったとしてもね、だから今の時代は神様の裁きなんか信じない、神様の裁きが来るよとみんな言うと、ああそんなそれは作り話、そんな神様の裁きの日来ませんよって言って悔い改めない人がいますね、今の時代はね。だがその時代、この黙示録の時代、実際に神様の裁きを経験していても信じないんですね。だから神様の裁きなんかないよと信じている人が、きっと効果は、その私が罪を犯しても効果はないから、結果がないので平気でやろう。でも結果があると分かっても、罪人は罪人ですので罪を犯します。それを、神様は、何回も何回も、自分の憐れみを人間に差し伸べました。自分の愛を、自分の許しを。それを拒む、ね。そしていろんな面で、神様は、人々に、自分の愛、自分の憐れみを、差し伸べてます、そして今は教会の時代というのは恵みの時代とも言われてますね。今の時代は恵みの時代ですね、私たちは罪を犯してもすぐには裁かれません。この黙示録の時代みたいに罪を犯せばすぐに罰される、そして実際の、ひどい罰がたくさんあるわけではないんですね、ですから多くの人は不貧困をやっても何もないかならないからというかね、人殺しても、ね、捕まらない人もいますし、泥棒しても、ね、盗んで自分が、ね、儲けるだけで何も結果がないこの時代にも人たちは、ですから神様の恵みすぐに罰されるわけではないですね。でそのこの時代にも神様の恵みが差し伸べられているのに、ね、
人間は悔い改めない。そしてこの次の、時代、この、 7つのラッパとか、ね、7つの、蜂とかの裁きがあっても人は悔い改めないんですね。そして、まあ、ちょっと先の話ですけど、また話しますけども、この先もね、だから今は恵みの時代、教会の時代、恵みの時代にあっても悔い改めない人が多いんです、ほとんどですね。本当にイエス様を自分の救い主で信じるものはわずかなものですね。ですから多くの人は信じない。いくら言ってもね、神様の裁きが来ますよ、死んだら地獄に行くよって言ってもね、ただ自分の罪が好きだから、悔い改めない。ですからこの時代に裁きがあっても悔い改めない。そしてその次の時代は何ですか？患難の時代が終わったら、この再臨、イエス様がこの地上に来て、そしてイエス様自身がこの地上を支配する。そして鉄の杖を持って支配するというのはね、鉄の杖での、ね、杖はね、木でできた杖もね、叩いたら痛いけども、鉄でできた杖で叩いたらもう、ね、だから要するに罪がすぐに裁かれます。イエス様が、この地上に来て、そして直接イエス様自身がエルサレムからこの地上を治めても、の王様になっても、それ、ね、やむを得ず従う人がいますけども、その千年の間、イエス様がその、罰を、すぐに、ね、罪を犯すとすぐに罰があります。そしてすぐにひどい罰がありますので、誰も、ね、罪を犯す人は少ないんですね。なぜか言うと、すぐに罰されるから。でもその千年の後に、ね、その千年の間は悪魔が縛られ、地獄にやってますけども、その千年の最後の、わずかの時間、悪魔が逃がされ、そして多くの人を集めます。砂のように多い、数が数えきれないほどの多い人が悪魔についていく。その後にね、もうイエス様にやむを得ず従ってたけども、悪魔が来て、いや逆らおうよ、よし俺逆らうぞそれイエス様自身がこの地上に来て、自分イエス様自身が、その支配しても、罪人は罪人です。悔い改めなければ、心が変わらなければ罪を犯します。ですからこの時代ね、僕が思うには、こういうことを経験したらすぐに悔い改めると思うけどね、ああ神様ごめんなさい、許してください、ひどい罪と、こんな罰をひどい、ごめんなさい、許してください、言うと思うんですけども、いやそれよりも、ね、心がますます固くなりになって、もう神様なんかっていう態度を持ってますね。ですからこの、7つの裁き、本当にひどい裁きがたくさんありましたけども、それでも悔い改めないんです。そういう最後にね、悔い改めがない。そしてその第7番の、ラッパの第7の番の裁きは、何でですか？そのラッパの第7番はその、8の裁きになります。7つの8の裁きですから、7番を開いたら、その8の7つの8の裁きが出てきました。ですからその15節から19節まで、まあ、これも少し長いですが、奥さん見えますか？あ、じゃあお願いします。すみません。第7の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きなゴロゴロが起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たちも地にひれ伏し神を礼拝していった。万物の支配者、今いまし昔います神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。諸国の民も怒りました。しかしあなたの御怒りの日が来ました。死者の裁かれる時、あなたのしもべである預言者たち、聖徒たち、また小さい者も大きい者も、すべてあなたの皆を恐れてしくも者たちに報いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。それから天にある神の神殿が開かれた。神殿の中に契約の箱が見えた。また稲妻、声、雷
はい、ありがとうございました。これが第7番の、そのラッパの裁きですね。そして、前にも言いましたように、この7つの裁きの最後にこの同じ、ね、表と、声と、何ですか、とにかくその3つはいつも最後の3つ4つは同じ、ことは地震とかね、その同じことがその7つの、例えば7つの、この前は、7つの封印の裁きの終わりにこのことが書いてありまして、で今度は7つのラッパの裁きが終わってそれ同じことが書いてありますね。そして今度は7つの、その7つの、最後の7つの、まあ、8の裁きですね、8、神様の怒りを、が入った8ですね。それをこう地球のにこうあの降らせるというんですかね、そういう裁きが、7つあります。それが神様の怒りの、そこにあの書いてありますけども、神様の怒り の、あの裁きですね。ですからその7つを、最後の7つの裁きを見ていきたいと思います。その7つは、またまた広いですね。でこの7つは、時間を勉強してみれば、これは最後の7つは割合と早いんです。ですから箇所も短いんですね。次から次から次へという順番になっています。これは早い。あのですからこれが最後のですので、このものが終わったら、また、イエス様の、再臨が近くになりますので、まず第一、16章の、これは15章と16章に書いてありますけども、16章の、2節をご覧ください。16章の2節に、どう書いてありますか。さん、お願いします。はい、ありがとうございました。でこの前 の、 あのラッパの裁きにも書いてありましたけども、これをその、その、獣の、何ですか、印をいただいているもの、前はそのクリスチャンであればそれを受けないので、商売できず買い物もできず、そしてあのいろんな激しいことに遭いますね。そして殺される人が多いんです。神様に従うからその獣の印を受けないのでと言って裁かれたり殺されたりしますね。でもこのは逆に神様はその受ける人だけにこういう裁きの悪いことを起こすことがありますね。ですからその人たちだけにこういうひどい出来物ができたりするんですね。ですからこれもはっきりどういうものであるか分かりません。多くの人はいろんな本の中勉強してみれば、これがこうだとかこれがこうだとかね、いろいろこの病気だとかこういうものだ、いや全部これも奇跡的なことですね。ですから何であるかは言えません、ね。はっきり何であるかは言えませんけども、とにかく何かの、ひどい出来物ね、多分痛いでしょうね、そして嫌な病気のものでしたね。これ直接神様が、人に与えた裁きですので、これは奇跡的な裁きですね。ですからこれが、ね、どういうものであるかははっきりは分かりませんけども、何かひどい裁きです、okay? それが第一 の、 その最後の8の裁きになりますけども、第二はこの海が地になった、okay? 海が、地に なることですね。3節に書いてあります。16章の3節を、松尾さん読んでいただけますか。第二の御使いが蜂を海にぶちまけた。すると海は死者の血のような血になった。海の中の命のあるものは皆死んだ。はい、で前あのその、7つの、封印の中でね、3分の1海のにいる生き物の3分の1が死んだと書いてありますけども、今度はね、全部死んだ、全て海の、ね、生き物が全て魚とかタコとかイカとかみんなが死んだと、ひどいひどい裁きですね。そしてまあ人間は死んでもいいじゃないですか。で何あの食べ物にもなってますし、
魚とかいうのは死んだらどうなんですか、腐るでしょう。そして浜の方に来て、そして腐ったり、もう臭いひどい状態ですね。エジプトのその災いみたいな感じでね、臭い、あのカエルが全部死んだ時に臭かったでしょ。うわー臭くて、こう腐った体がうわー臭い臭いってみんな言ってました。こう同じようなもんじゃないですかね。全部死んだというのは本当にひどい。まず大事に食べ物はないし、臭いし、もうひどいひどい状態ですね、これは。ですからこれもひどい裁きです。それでもね、悔い改めない、ものがいます。第3はその川と、水の元が、源が、地になったと。海だけではないです、今度は川が地になった。3節の、ごめんなさい、4節から、7節まで、岩さん、お願いできますか。はい、ありがとうございました。ですからこの、裁きは、川とか水の源が、地になった。海と川と源が全部地になったらもう何飲むの？だから血飲んだんじゃない？やむを得ないから、飲み物がなきゃ死んでいくからね。で、それ、なぜ神様はそうしたかっていうと書いてあるんですね。生徒たちの血を流したものだから血を飲むべきだと。それが正しい裁きです。それは、ふさわしい裁きでした。この時代に救われるものはたくさんいます。そして救われる者のほとんどが、殺されました。何万人も何万人も殺されましたね。その時の地球の人口は分かりませんけども、だからクリシャンはいなくなってますけども、多分その時人が来るとクリシャンがそんなに多くないんじゃないかと思いますね。だから人口の何10分の1ぐらいがいなくなっても、生き残ってる人はたくさんたくさんいますね。そしてその中で、ね、クリスチャンになって、そして、殺される人は海のように多い、数えきれないほどに多いんだと後に書いてありますね。ですからその血を流した、まあ、実際に血を流したか、首を吸って鉄砲で撃って、とにかく殺した。だから血を飲むのはふさわしい裁きであることをここに書かれてますね。ですからそれが、第3の裁きです。第4の裁きは8節と9節に書いてあります。松尾さん、8節9節を読んでいただけますか。あ、ごめんなさい、こっちを手ごめんなさい、はい。第4の御使いが8を太陽に向けて比べた。すると太陽は火で人々を焼くことを許された。こうして人々は激しい炎熱によって焼かれた。しかも彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対して東事を言い、悔い改めて神を崇めることをしなかった。はい、ありがとうございました。本当に、最後の信じられない、もうそれでも悔い改めないというのは、はぁってね。私は焼肉が好きで、いつもの焼肉屋さんとか、まあ、最近行ってないけど、なくなってるけど、とにかく焼きって漢字分かるみたいな、いや、でも焼肉ってのは人間の焼肉やね、これは。変なことですけどね、人間がね、太陽があまり強くなって、わーってこう燃えて、それでも食い改めないんですね。熱い、ああ、熱いって言っても、食い改めない。逆らうぞ、もっと神様に逆らうって、神様の名前をね、呪ったりするんですね。神様なんかってこう、神様が。で、これは、彼らは、なんていうの、これ、彼らが言ったのは何ですか？
自然な地球が、なんで地球が、地球がというね、今はその、ね、あの地球あの、この自然を拝む人もいますね。そしてマザーアースとかね、こうあのなんか地球に魂があって、それを拝んだりする人もいますよね。で、その、地球の視点にしたりするんじゃないです。神様の視点にしてるんですね。神様がこれをやってるというのは分かってるんです、誰でも。ね、不思議だね、こんなの自然、自然ですよって誰も言ってません。ね、今は地震があったら、その神様の裁きですって言ったら、ね、あ不自然ですよ。地震ってのは毎日起きるのは自然に神様関係ないよっていう。でもこの人たちは神様関係ないって言ってませんでした。ああ、自然にできてる。太陽が熱くなったのに自然、自然とは言わないんです。書きと神様がやったっていうのは分かってるんですね。神様をやったんだよ、神様のせいにしたんですね。神様なんかあってこう、手を振ったりするんですね。だから神様からの裁きであることを分かりながら、言いながら、認めながら、神様に逆らう。そういう力を持ってる方、に逆らうの愚かなものですね。でも罪人というのは、罪人は愚かなものです。罪を平気に犯す人は愚かなものです。ですから、その、ひどい、ね、裁きがあっても悔い改めない。そして5番、10節と、11節を、ご覧ください。10節と11節、どうか分かりますか。はい、じゃあお願いします。第5の御使いが蜂を獣の座にぶちまくた。すると獣の国は暗くなり、人々が苦しみのあまり舌を噛んで、そしてその苦しみはハレンモとハレンモとハレンモのとのゆえに天の神に対して怪我仕事を言い、自分の行いを悔い改めようとしなかった。しなかった。ありがとうございました。ねえ、これまた5番がひどい。いろんな、ものが、そしてね、痛みがあまりにも痛くて、どうしたんですか？自分の舌を噛むんですね。あまりにも痛いですね。まあ、あまりにも痛いからいろいろね、することがありますけども、舌を噛む。やったことありますか？痛くて、うん、舌を噛んだ方が楽っていうか、時々そうですね。痛いのがあれば、他のところ、例えば、歯が痛いと、指をこうすると、指が痛くて、歯がちょっと楽になるみたいな。わからない。そうかもしれないけど、どうしてかわからない。どうして舌を噛むのかわからない。だが、それはすごく激しい裁きであることが。そして、これも、この、神様を信じてたものと信じてないものを分かれてみたいですね。その、暗い目の王国が、それを経験したんですね。ですから、これは神様がはっきり神様に逆らう人に対しての裁きでしたね。神様を信じる人ではなくて、神様を信じてない人に対しての裁きでしたので、多分彼らもそれを見て、なぜ僕たちだけがって言うかもしれません。とにかく神様の裁きであることが明らかでしたね。それでも悔い改めない。それでも痛くて舌を噛んでも、苦しみ、そういう、それほどに苦しいのに、神様許してください、神様癒してくださいとか言わないんですね。全然悔い改めようともしないですね。そして次の第6番。これは、その、もう一つ見てください。16章の12節から、16節まで、安倍さん、お願いできますか。はい、ありがとうございました。まあ、この裁きは第6の裁きでしたけども、これは、水が乾いたっていうのはなぜかというと、この大きな川が乾いたら、敵が襲ってくることができる。
簡単に他の外国から敵が来て、そして襲うことができるし、そしてこの悪霊どもがカエルのような、ね、ものが悪霊が出てきて、そして多くの人を惑わします、うまいことを言って多くの人、そしていろんな奇跡をみたいな感じの偽預言者ですよ。本当に神様の、今日日曜学校で話されたように神様の出来事を行いを真似するような感じで人を惑わしたりしますね、ですからそれが裁きです、それでも悔い改めない。そして、このハルマゲドンという、ね、ところにみんなが集まったというのは、ハルマゲドンの戦争というのは聞いたことはあるかと思いますけども、イエス様が、来るときに、再臨のときにイエス様が来る時にみんなが悪魔とかその偽預言者とかみんながみんなを集めて戦おう、そういう計画を立てるんですね。そして、神様 に対して戦う、神様と戦うというのはどういう意味だろう、負けるに決まってるんですけども、人間は罪人だからそこが、理解できない、それは自分の、反抗の心は大きいので、それを、誰が何言おうと、いや俺は反抗するとそしてもちろん全滅されますけども、神様が来たらね、すぐに一気に全滅されますけども、そしてハルマゲドンという場所に、これも前に勉強しましたね。ハルマゲドンというのはゲドンの谷のね、その地域ですけども、山とか谷とかいろいろありますけどね、そこで、それはエルサレムの北の方にあります。地図をご覧ください。北の方にありますので、そこで大きな戦争が起こります。と言ってもね、そんなに長い戦争ではないですね、多分2秒ぐらいかかるんじゃないかな全滅って神様が言うだけでパッとみんなが死んでいくんですけども、神様と戦うっていうのは時間がかかりません全然、もうおしまいですけどね。そしてこの時にそれぞれの解釈がありますけども、私が読んだコメンタリーの中でほとんどの人はこのハルマゲドンに、地球のみんなが敵、神様に従いたくない人がみんな来るんだと、そしてそこでみんなが全滅するされる、そして、空中景況の時にクリスチャンが全部いなくなり、生き残ってるのはみんなクリスチャンじゃない人と同じように、今度はイエス様が再臨で来た時にこのアルマゲドンの戦争で、イエス様を信じてない者が全滅だと、そしてそしたら生き残ってるのはクリスチャンだけだとそしてその千年王国に入ってくるのはクリスチャンだけだ。でも千年の後にね、逆らう、神様に逆らう者がたくさんたくさんいますね、誰かというとそれはもちろんその、観難時代を生き残ったクリスチャンが赤ちゃんできて、それ千年だからね、かなりの、そして、何も病気もないし、イザヤ書の11章を読んでみてくださいね。その、病気もないし、熊もライオンもね、羊と寝たり、全然そういう地球が変わります。今まで被害になるようなものはないです。だから千歳まで生きる人はいます。全然ほとんど死なないんですよ。千年王国の間には。ほとんど誰も死なないです。ですからね、人口が1000年の間に死なない人が、死ぬ人がいなければ、人口はどれぐらいになれる？すごい人口になれるね。そして、その中で、イエス様自身がこの地球を支配しているので、神様に逆らうことができないので、すぐに刑罰があるので、従わざるを得ないために、でも神様は本当心は罪深い心ですので、いくら素晴らしい時代、それを、この千年の王国の時代は平和の時代です。全然何も問題ないですね。経済的なものもないし、病気もないし、人を殺し合ったりしないし、罪のないんです。全然。いい、もう今までに考えたこともない、ね。今の、いろんな人はいろんな時代にね、こうすれば、素晴らしい平和の時代が来るとかね。で、こうしてみて平和の時代が来なかった。こういう人たちを全滅にすればとかね、偉大人を殺せば素晴らしい平和の時代が来るぞとか、全然平和の時代が来ない。だからそういう、何しても平和の時代は来ませんけども、イエス様自身が
この地球を支配して、そしてその地球を支配している間は平和な、今までにないような病気もないし、必要も何にもない。そして、熊とか、今は熊と遊べないよね。熊に襲われたり、ライオンに襲われたり、その時代は何も心配ない。子供でさえ蛇と遊ぶと書いてありますね、イザヤ書に。だから全然そういう素晴らしい平和の時代に関わらず、罪人ですので、罪を犯すチャンスがあれば犯します。ですから悪魔が、みんなを集めて、そしてハルマゲドンという、ところに、これが千年王国の前、これは、ちょっと千年王国の時にも戦争ありますけど、それと違って、これは、観覧時代を、の一番最後に起きる戦争です。イエス様が来る再臨の時にこの戦争があります。Okay? ですから、そして最後の、第7番は、17節から21節に、記録されています。最後に、どこまで行きました？あれ、どこまで行きましょうか？誰だった？忘れる。あ、全員終わった。OK。じゃあ、申し訳ないけど、松下さん、お願い。第七の御使いが鉢を空中にぶちまけた。すると大きな声が御蔵を入れて聖女の中から出てきて、言葉成就したと言った。すると稲妻と声と雷があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であった。またあの大きな都は三つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。また一タラントほどの大きな氷が人々の上に天から降ってきた。人々はこの氷の災害のため神に怪我仕事を言った。その災害が非常に激しかったからである。はい、ありがとうございました。です。これが最後の、ね、そして成就した、これもう全部これで終わりだと。これで、観覧時代が終わり、そして今まで予言してきたことが全部果たされた。ですからもうこれで終わりですと。そしてここでハルマゲドンの戦争で全滅され、そしてイエス様が、来て、そしてこの地上を支配するようになります。でもこれが最後のねところです。それでも人はね、神様、最後の最後まで人間の心は固いものです。罪深い心は固い、本当にひどいものですので、神様最後まで、最後の裁きまで悔い改めない、神様を呪ったりするんですね。ですからこれが最後です。ですから今日これが最後の鉢の裁きですけども、このあとイエス様が地上に下ってきて、そして地上を支配するようになります。でもそれまでは人たちは、神様に逆らいます。ですから来週からはその、観覧時代が終わり、その後はどうなるか、この7年の観覧時代が終わります。その後はどうなるかを、ちょっと考えていきたいと思いますので、ここまでにしましょう。最後に、ね、お祈りしましょう。愛する天皇様、この時間感謝します。こういう神様の御言葉を読むと、これは物語のような、ものであるかと思う人がいるかもしれませんけど、これは実際に起きることです。ですから私たちはこれを、読んでいる、これを勉強している者が神様を恐れ、神様にますます従うように、そして周りの人たちにも注意をして、何をしても聞いてくれない人が多いですが、観覧の時代の中でも多くの人は救われますので、周りの人に証しをさせてください。そして神様の、未来に来る裁きのことを注意させてください。そして心に働いてその人たちを救ってください。今週神様の証しのために証しできますよう、神様がチャンスを与えてください、機会を与えてください。
この時間を感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。では最後に651番歌って今日の集会を終わりたいと思います。651番歌いましょう。一節と四節だけ歌いましょう。一節四節歌いましょう。